今回はコラボ関連の小ネタを、いくつかまとめて紹介します。まず一つ目、ひまそらあかね様が、新たにネームドを提訴する方針みたいです。YouTube のゲーム配信で、ちらっと触れていました。誰を提訴するかは伏せていたものの、3月中に公表する見込みだそうです。ひまそらあかね様と直接絡んだことはないけれども、こそこそ言っていた人物とのこと、一体誰でしょうね。範囲が広すぎてわからないぞ。ネームドということですから、おそらくサハ系の界隈でそこそこ有名な人物なのかな、とは思いますがちょっと見当もつかないですね。先日ネームドとは基本的には和解しないという方針を示していましたので、ひまそらあかね様がネームド呼ばわりしている時点で訴訟確定というね。確かにこの調子で訴訟を連発していたら、和解できるものは和解していかないと不要なことにリソースを割くことになってしまいます。もし仮に津田大輔様とかが提訴されたら、津田大輔様の常年司様とのリーガルバトルの件とかもついでに拡散されて、あの界隈のヤバさがさらに広まると思いますが、まあさすがにそれはないかな。あと考えられるのは政治家とか弁護士とかでしょうか。もしただのアルファツイッターラーとかだったら悲惨ですね。自己顕示欲のために訴えられるとか、アホの極みですから。次の話題です。社民党党首がコラボを擁護するツイートをしました。社民党党首の福島みずほ様のツイートから引用します。コラボが行っている若い女性に対する支援の現場に来て妨害する行為は大問題です。困難を抱える女性のための支援法が成立しましたが、困難を抱える女性の支援はまだまだ不十分であり、民間団体と連携しながら支援の強化をすることが必要です。出たわね、正体表したね。まあ社民党だったら特に驚くことはないでしょうか。てかまだ存続していたんですねこの政党。一時期政党要件を満たせないんじゃないかと政党存続の危機に立たされていましたよね。こんなこと言っちゃってまた政党存続の危機に陥っても知りませんよ。会計とか委託事業とかの話を一切せずにもっと予算を増やすべきという趣旨の話をしています。言ってることがバガバすぎて何の用語にもなっていない気がしますが、このざまで支援強化したら国にとって害しかないですよ。次の話題です。3月20日月曜日、朝日新聞で以下のようなタイトルの記事が出ています。東京都、コラボにバスカフェ中止を指示、安全確保も含め委託。東京都がバスカフェ中止を指示とはっきり書かれています。同記事から引用します。虐待や性暴力を受けるなどした若年女性を支援している一般社団法人コラボの活動の一部について、委託元の東京都が20日支援方法を変更するようコラボ側に指示した。妨害が相次いでいることを踏まえ、安心して悩みや不安を相談できる環境が確保されていないためとしている。宮古福祉保健局は事業を非常に重要な取り組みとした上で、22日に予定しているバスカフェについて別の方法を検討し都と協議するよう指示した。担当者は現状では効果的な支援が難しいと判断した。都は安全確保も含めて委託しているとの立場、妨害活動を注意したり止めたりする権限はない、警察には伝えているとしている。コラボは20日、都に様々な誹謗中傷や妨害がある中でも50人ほどの少女たちが利用する日もある、本当であれば毎日開催しなければならない状況、継続して開催しなければそのような少女たちが放置されることになるなどと文書で訴えていた。仮処分が出たことも踏まえ、バスカフェをその場所で開催しなければ仮処分の効力を得ることができない、妨害に屈せず本事業を守っていただきたいと伝えていた。共産党と強いつながりがある二刀夢の様は東京都に提出した要望書をツイッターに投下しています。これもなかなか濃い内容でした。別の動画で軽く紹介します。最後までご視聴ありがとうございました。